やはりあやつは、ミカとは。さまよっていたミカとを見つけられたのも、カムイの導きかもしれぬな。まあ、何はともあれ、今後のナコルルとの生活にすべてがかかっておる。見守っていかねばなるまい。よう。俺たちはミコの家まで案内するように言われてきたんだ。俺はヤンタム。で、これがマナリよ。ねえ、ヤンタム、これって言い方はないと思うの。目いっぱい親愛の情を込めたつもりだぜ。そう？これならいいけど。さすが巫女の従者になるやつだな。礼儀正しいね。ホクテルは大違いだ。ミカト、私たちのことは呼び捨てでいいわよ。カムイコタンではそれが普通なの。長老様は特別だけどね。なんだ、元気ねえな。よし、この面白い顔を見て笑うがいい。俺の顔じゃどうやったって面白くはならないんだから。かっこよすぎて。本気で言ってるから呆れちゃうわ。お、やっと笑ったな、ミカト。その調子で楽しく行こうぜ。俺が7歳の頃なんて。元気よかったもんね。走るのも速くって、私追いかけるのが大変だったな。いや、それはマナリがちょっと走っただけでつるんステンコロンってすっ転んでたのが原因だろ。ちょっと、あんまり人聞きの悪いこと言わないで。知らない人が聞いたら本当の話かと。あほら、捕まりな。ガキの頃のまんまだな、お前。キャー、助けてー。よく聞いたぜ、そういう声。やだ、忘れてよ、そんなの。で、転ぶたびにナコルルに助けてもらってたんだな。そうね、大丈夫、怪我はないって真顔で聞いてくれたんだっけ。それはそれで恥ずかしかったんだけど。Thank you.
コルル？そうね、とっても優しい人よ。これ以上ないってくらい。例えばね、昔すごく寒い冬の日にナコルルが山から肌着だけで帰ってきたの。そう、びっくりしてどうしたのって聞いたら、森にあった古い木の皮が病気で剥げ落ちてしまってたらしいの。それで木が寒そうでかわいそうだったから服をかけてきたんですって。そのせいでナコルルのやつ風邪をひいて寝込んだんだぜ。どっか抜けてるんだよ。でもとってもナコルルらしいと思うな。確かにな。私ナコルルのことが大好きよ。ここが帝の新しい家だ。また遊びに来るから頑張れよ。何か必要なものがあったら遠慮しないで何でも言ってね。
ただいま。あなたが味方ね。長老様から話は聞いたわ。これからよろしくね。ええ、予定よりも早く着いたの。ごめんなさい。私その長旅でとっても疲れてしまったから今日は早く休むわ。いや、もういや。ごめんなさい。大丈夫、大丈夫だから。あなたはもう寝て。